皆さんこんばんは、モナリサクロンでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。今日はちょっとホテルの前からお届けしています。ちょっと騒々しいかもしれません。私は、今朝7時ごろですね、無事ヒースロー空港に入りました。まあ実はほとんど眠れなかったですね。どうも隣の方との相性が良くなくて眠れませんでした。それでその後、ホテルの方に荷物を預けて、今日はアビーロード横断歩道ですね、イギリスの、まあ、世界遺産的なものに認定されている、横断歩道の方に行って、皆さんがそうしているようにこう歩きました。大変たくさんの方がいらっしゃって、で一部の人はですね、私に写真を撮ってくれって言うもんですから撮影してあげました。スタジオ、ビートルズの数々の名曲を、レコーディングしたスタジオが横にあるんですけれども、そのスタジオの一部がですね、今は売店になってるんですよ。そちらの方で、私もビートルズグッズを買わせていただきました。ビートルズ関係では今ポール・マッカートニーの写真展がナショナルポートレートギャラリーで開催されていて、ちょっと押しててギリギリに行ったんですけれども、ちょっと無理だろうということで、あさってもう一度しっかり見学したいなと思っています。その他テムズ川周辺の撮影をしたりですね、ロンドンの素敵な街並みを楽しむことができて、大変有意義な一日となりました。明日はコッツウォールズの方に行って、4つの村をですね見せていただく予定になっています。明日も早いので今日はこれで失礼させていただきます。もう足の豆がパンパンになって割れました。もう痛いです。もうしょうがないですね、こればっかりはね。ということでおやすみ。